生成 AI はですね、業務効率化、それから生産性の向上につながる可能性がある一方、入力した内容をですね、学習することで情報漏洩につながる恐れがあるとか。福岡県はチャット GPT をはじめとする生成 AI を業務に活用できないか検討するため、今月26日にプロジェクトチームを立ち上げました。今日は1回目の会合が開かれ、各部の課長クラスの職員がリモートで参加しました。生成 AI はインターネット上のデータを学習し、人工知能によって文章や画像を自動で生成し提示します。有効に活用すれば業務の効率化や生産性の向上などにつながる可能性がある一方で、情報漏洩や著作権の侵害といったリスクも指摘されています。プロジェクトチームは次回の会合から情報科学と法律の専門家を入れ、リスクを検討しながら活用するためのガイドラインを作成する方針です。